今回はニコニコ超会議3へやってきたということで、せっかくなので3年連続3回来ている私が、ご紹介しますね。なんだかんだ、ニコニコ超会議2や1でもご紹介したような気がしますが、3ももちろんやっちゃいます。まず、この一番右側奥の方の3号館で行った方がいいですかね。一番奥の館にですね、いたしゃがあります。まあ、簡単に言えば、第1回の時いたしゃが、入り口、一番最初は入り口に立ってたわけなんですけど、今年は一番奥の方に追いやられてしまった印象があります。いたしゃブースです。魔法少女マルカマギカ観光で、などなど、これは何だろうな、セグウェイかな。かなり気合い入れてます。ラブライブ、ラガーニコちゃんね。東方もありますね。ちなみに後ろに一応超音楽館っていう、ライブをやるところがあるんですが、そちらはいいですけど、やってません。お、こっちもラブライブですね。こっちもフードコート、こちらですね。これもなんとなく1号館にあったんですけどね、こっちも奥になってしまいましたね、いつの間にか。まあその代わりかなり広く取られてます。これでズンビールがこちらで販売しているんですが、まあさすがにもう4時なんで終わってますね。おお、かっこいい。これはガルパンだね。これ3年生組か。はい。いやー、ガルパン好きですよ、私も。よいしょ。待ってきます。おー。アンツォー戦って言えば、なんか地上波でやってましたけど、あっさり終わってしまったんだよね、確か。すごいあっさり終わった気がするんですけど、まあ OBA なんて復活するみたいなんで、ぜひ見てみたらいかがでしょうか。さあ、セグウェイ乗るのに60分待ちかな。あ、ズンビールは終わっちまったみたいです。で、こちらが、コミケみたいなもんですね。薄い本から、いっぱいあります。まあコミケで大量に買っとこうかなと思いますが、いやでも薄い本にしたら厚すぎるんですよ、やっぱり。僕が思う時にはね、ラーメンなんたらだ。
まあ、東方が中心ですけどね、まあ、なんとなく、コミケが多いかな。コミケっぽいやつ商品がいっぱいあるって感じですかね。あちらにピカピカ光ってるのが、あちらが一応予行練習なんですかね。ニコニコ超パーティーの予行練習があそこでやってるんですけど、まあ、いわゆる前哨戦みたいな感じですかね。で、こちらはもう完全ボーカロイドのあれです。私あまりボーカロイドに詳しくないので、言えますが、どう見てもこれは窓からしか見えない。ごめんなさい。本当に。でも私はですね、かなりそういうの、勉強してないんですけど、なんとなく友達が好きでもすからね。さあ、これがニコニコ超会機構の、あれですわ。こんな感じで、やってます。で、京阪、ね、鉄道娘ですね。ちなみに地図急行にもなんか似たようなのあった気がしたんですよ。まあちょっと地元に近いもんですから、私、実は歴代しますね。キマ鉄もあります。実はキマ鉄フォロワーですよ。で、ブルーリボン賞を取った我が日本車両、地元日本車両が作った1000系と、川崎重工と日立が作った、16000系、これ千代田線。これ実はですね、中央に入っているのが初期車で、確か5本目ぐらいまでは真ん中だった気がしますね。じゃあ東京メトロ今は、ね、宮崎葵じゃなくて武井恵美さんになりましたからね。さあ、阪急九州、JR 九州は去年開発。まあ、我が京急です。それとかなかなかいいですよね、このサボ。そして縁日です。音楽家も来てます。向谷実さんも来てるもんですからね。あれですけど。僕的にはこれが一番欲しいですかね。すごい。さあ、それでは2号館に飛んでみますか。やっぱね、いや、去年おととしに比べるとやっぱ人間が多い。というよりもやっぱ日曜日なんですよね。まあ日曜日だけにイベントもかなり豪華になってますよ。プリキュア来てますからね。しかしこんなに大人がいっぱいなのにプリキュアっていうのはね、なんかネギをいっぱい持ってる人がいる。2号館に行ってみましょう。なんか馬が来ましたね。さあ、踊ってみたが、今年はこっちですね。昔ここは歌ってみたなんです、なんですけどね。歌ってみたも、去年の年ここでしたけど、踊ってみたになって、まあ、踊ってみたのブースがこの登ってみたになりましたね。で、こちらに歌ってみたが入ったんですけど、ここら辺確か、地味違うな。なんかのブースがあったんですけど、忘れちゃいましたね。自衛隊だったかな。まあ、去年の映像見ればわかりますよ。一応こちら真正面が、歌ってみたです。まあニコニコのど自慢ですね。さあ、今日はイラストコーナーですね。静画です。静画のコーナーがございます。まあ、ニコニコのど自慢なら、多分、ゴールデンウィークにまたニコファールやってくれると思うので、そこでやってみましょう。なぜ2000とか3000とかの世界ですからね。ちょっと、あれ、この人よく見たことあるな。まあいいや。はいはい。さあ、こちらにはですね、戦車が止まってます。ガルパンの世界ですね。まあ、それでは回ってみますか。
ニコニコ学会がここに移りましたね。前はちょっと場所が違った気がしたんですけどね。ニコニコ学会こそここの端っこだった気がしたんですけど、あ、でもここって確か石場さんのカレーとか売ってたのがここですかね。多分ベシアさんがここだった気がします。今は変わっちゃいました。そしてゲームコーナーみたいなのもここにありません。そしてお相撲さんがいるっていうのは、まあ相撲やってたわけですから、まあ、今年なんといえば、絵を描くやつ、でっかい紙に一人で絵を描くやつがなくなったのと、あとアイマスブースは、テレビコーナーぐらいし、テレビというか生放送ブースぐらいしかなくなっちゃったところですかね。相変わらず進化続けてるのはこのニコニコ研究所、いろんなニコニコの新しい体験ができますね。で、何よりもこれがちょっとでかくなったところですね。このでっかいのが、去年はこの、おととしここら辺に文字をパーッと出してて、で、去年は確かここら辺にテレビみたいなのを乗っけて、ファーって流してた気がします。さあ、盛り上がっているのは、アイマスの生放送ブースですね。さあ、電話線、これ将棋ですかね。将棋のブースがあります。で、物販コーナーは変わってないです。確かあそこら辺ぐらいでしたもんね。物販コーナーと変わらずでしょ。で、何よりも目玉なのはこれですよ。大相撲です。白鵬もちろん来てました。なぜ、高見盛りというか振り分けられる子も来てました。相撲が、開催されてました。もう終わってしまいましたが、まあ、いい試合をしてましたから。ぜひともね、いろんな動画を見て参照してください。で、ニコニココロシアムがあちらです。まあ、細かいことは気にしません。私は政治があんまり得意ではないので。さあ、ユーザー生放送のブースができましたけど、前は一発芸とか、モノマネとかなかったんですが、作られましたね。さあ、盛り上がってるのはアイマスブース。アイドルマスター歌ってます。アイドルマスターでアイドルマスターの歌です。アイドルマスターって曲ですからね。さあ、これニコニコ神社です。で、こちらが、進撃の巨人のブースで、あれですけどね。ちょっと怖い体験ができます。ユーザー生放送がこちらですけど、まあ、そしてカンコレのコーナーもこちらにあります。この進撃巨人ブース、ニコニコ期訓練兵団入団試験です。これやりましたが結構大変です。まず浮くっていうのが大変ですからね。体が軽い人は得です、本当に。こちらのユーザー生放送ではお湯や、たらい、そしてモノマネから全部やってくれます。もちろんこれユーザー生放送なんですが、ユーザーさんが全員参加するわけではないので安心ください。そしてこちらはアニメステージ、簡単に言うとトリキュアや仮面ライダーのショーをやってます。もうセーラームーンのやつが始まりました。撮影はできませんが、セーラームーンがそこにいます。どこにセーラームーンです。
まあ、撮影ができないので、お楽しみにということで。じゃあこんな感じです。まあ、明るくて見えないのでご安心ください。配慮しますので。はい。著作権的にちょっと厳しいので、投影は。さて、向こう側にちょっと回ってみますか。さっきコロシアムの方回ってったんですけども、回ってなかったのでそっちの方へ。こちらもまだブースがあります。じゃあ一旦ここで切っちゃいますね。